ウマヤモスクは、ダマスクスの旧市街にある世界で最も古い、イスラーム教の礼拝所の一つ、ダマスクスのマスジド・ジャーミーである。ダマスクスは、エジプトとメソポタミアをつなぐ、通商路の途中にあって上古より都市が栄え、非常に古い時代から、雷神、ハダドを祀る神殿があった。四世紀末に神殿があった、荘書の上に、キリスト教の教会が建てられ、 六百三十四年のムスリムによるダマスクス征服後八世紀前半に教会がモスクに改装された。遅くとも六世紀には洗礼者ヨハネの首がここにあると信じられており教会は洗礼者ヨハネに封建されていた。ヨハネの首はモスク建設中に実際に発見されたとされる。ムスリムの間には世界の終末の日における救世主、 イエスの再臨が、ウマイアモスクにおいて実現するという信仰がある。十字軍の侵略の時代においては、各地のムスリムをつなぐ、結節点となり、サラアフディーン・アイユービリの霊廟は、このモスクの北側の壁に付属した、小さな庭の中にある。イブンタイミーヤのジハードロンは13世紀に、トーモスクにおいて説かれた。1855年当時のダマスクス級市街の地図。 ウマイモスクは、図中、グレートモスクと書かれている、区形部分に位置する。ダマスクスへやってきた商人や巡礼は、町の門をくぐると、町を東西に貫く、直線通りの途中から北へ折れ、スークを抜けて、ウマイヤモスクにたどり着いた。21世紀現在、ウマイヤモスクが立地している場所は、鉄器時代から何らかの聖書であった可能性がある。ダマスクスが、 アラム人の都市国家連合の首都であった頃には、雷雨の神、ハダドを祀る広い神殿があった。ダマスクス国立博物館には、アラム王、ハザエル治世下の日付が刻印されている。ハダド神殿の一部を構成した石が保管されている。紀元前2世紀に、シリアを支配したセレウコス朝のアンティオコス4世、エピファネスは、旺盛な建築欲を持つとともに支配地域の、 ヘレニズム化に熱心に取り組んだ。アンティオコスは、ハダドを、同様に天候を司る神格であるゼウスに、集合した。また、ハダド、ゼウス神殿から東に500メートルほどの場所にアゴラを、設置し、神殿とアゴラを直線道路で連結した。紀元前一世紀に、シリアを支配下に置いた、ローマ人はこれを受け継ぎ、神殿を、ゼウスと、 同一視されるユピテルを祀るものとし、その拡張をダマスクス生まれの建築家アポロドーロスに行わせた。ダマスクスのユピテル神殿はエルサレムのユダヤ教徒の神殿に対応するものになることが意識されていた。ローマ時代の前半を通じてダマスクスのユピテル神殿は頻繁に改修が行われ、その度に好位神官が富裕な市民から封建を集め、 改修後の儀式を行った。神殿の東門は、セプティミウス・セウェルスの在位年間に拡張された。その後、紀元後4世紀頃までには、二重の壁が築かれる。外側の壁は、広いエリアを、町から隠し、内側の壁はユピテルを祀る、聖域本殿を、外界から隠した。大幅に拡張された、ダマスクスのユピテル神殿は、 ローマ帝国シリア属州の中で最も大きい神殿になった。その後、神殿は皇帝崇拝儀礼の中心になった。ローマ帝国にキリスト教が浸透する4世紀も終わり頃の391年になると、ローマ皇帝テオドシウス一世がユピテル神殿をキリスト教のカテドラルに改装した。もっとも、この改装により直ちに先礼者ヨハネへの奉励が、 行われたわけではなく、ダマスクスの司教座がここに置かれただけである。ダマスクスの司教座協会は、アンティオキアの大司教座の自席に位置づけられた。洗礼者ヨハネへの封建が行われたのは6世紀、ヨハネの首がこの地に埋められているという伝説が生まれて、以後のことになる。634年に、ハーリド・ブンリード率いるアラブイスラム教徒軍が、ダマスクスの町を包囲し、 陥落させる。661年から、うまいやけのムアーウィアが、第5代目のカリフにつき、ダマスクスを、イスラーム帝国全土を支配するための首都に選んだ。ムアーウィアは680年に亡くなるとき、息子のヤズイードにカリフイを継がせた。ムスリムの総意によって決められるはずのカリフが接収された、ことへの反発から、フィトナと呼ばれる内乱が発生する。 同年、馬まいや家に反旗を翻したとされるフサインが、カルバラーで殺害され、フサインの一族の女性たちが、フサインの首と共に降印された先がダマスクスであった。フサインの首は、後にウマイやモスクとなる聖ヨハネ教会堂の東南閣にあったムスリムの礼拝所にさらされた。706年に、 ムアーウィアから数えて六代目のウマイヤ朝カリフ、ワリードブン・アブドゥルマリクは、ダマスクスにモスクを建てる計画を立てた。ここで言う、モスクは、屋根のあるイスラーム教の礼拝所のことである。カニーナ礼拝所ムサッラーなら、洗礼者、ヨハネ聖堂の中庭の南東部に設けられてはいた。ワリードは自ら工事を監督し、カテドラルのほとんどを一旦壊すことを指示した。 新しく建設されたモスクはカテドラルのレイアウトに連関しないものになった。キリスト教会でやった時は、区形で仕切られた聖域内の中心にカテドラルが設けられていたのに対し、モスクへの改築後の主たる礼拝空間は南壁に面する位置に設けられることになった。キリスト教会のアーケードとそれを支える柱は一旦取り外された後に再配置された。 改築後の建物は、金曜日に市民が集会を開くための公共の施設となるように設計された。キリスト教徒は移転に反対したため、ワリードは移転する代わりにダマスクスの征服時に接収した、キリスト教会のすべてをキリスト教徒に返還するよう命じた。モスクの建物はワリードが没した直後の西暦715年。 時代カリフのスライマーアンブンアブドゥルマリクの時代に完成した。10世紀の歴史家、イブンファキーフ・ハマダーニーによると、改築プロジェクトには60万から100万ディナール、金貨が費やされ、総計1万2000人の労働者の出身地は、西はマグリブから、東はインドまでに及び、ペルシア人もいれば、ギリシア人やコプト教徒の職人もいたという。また、 ビザンツ帝国の工芸職人が雇われたという。イブンファキーフは、この記載に続けて、モスクを建てている期間のある時、労働者らは、地下の洞窟のようになっている、礼拝書を発見した。中に入った彼らは、そこで、ヤフヤー・ブンザカリアーの首が収められた箱を見つけた。知らせを聞き見分した、ワリード一世は、まだ内装が大理石で覆われる前のモスクを支える。 柱のいずれかの下に首を埋め戻すように命じた。といった内容のことを書いている。時のドームと宝のドーム8世紀中央、アッバース革命により、イスラーム帝国の支配権は、ウマイヤ家からアッバース家へと移り、政治、軍事上の中心もダマスクスからバグダードに移った。アッバース朝の歴代カリフは、ウマイヤモスクを、 キリスト教に対するイスラーム教の勝利の象徴と考えて取り壊しこそしなかったがダマスクスにある他のウマイヤ家の文化的遺産同様モスク内部にあったウマイヤ家を称える碑文や名の類の文言を差し替えたり取り除いたりしたアッパース長期のウマイヤモスクを知るための文献資料としては10世紀の地理学者マクディスイーの地理書があるアッパース朝は ダマスクスに対して、軍事、商業上必要な関心を払う、以上のことはしなかった。そのため、アッパース長期のウマイヤモスクは、経済的に余裕がなかったと見られ、増改築の規模は、大きくない。21世紀現在も、モスク中庭の東側に立つクッバサー,ージノドームと、道西側に立つクッバハズナは、それぞれ780年、789年に、 アッパース町のダマスクス大使ファドル、ブンサーリフ・ブニアリーにより建てられた。モスク中庭の北、中央に立つマーザナーラウスは、アッパース町のカリフ・マームーンが831年に建てさせた。シリアにおけるアッパース家カリフの支配体制は、10世紀初めには崩壊し、シリアはエジプトの軍閥が実質的に支配した。 970年にはシーア派を報じるエジプトのファーティマ朝がダマスクスを得た。この時代のダマスクスの統治者によるウマイヤモスクの改修はほとんど記録されてない。その一方でウマイヤモスクの威信は多くのスンニーハウラマーをダマスクスに引きつけファーティマ朝の宗教的権威からある程度独立した地位を彼らに与えもしたのでダマスクスはこの時代のスンニーハウラマーの 知的生産活動の中心になった。ウマイヤモスクの北側には、ベルベル人を主体とした、ファーティマ朝軍の駐屯地があったが、1069年に、ダマスクスの人々が反乱を起こし、駐屯地を襲った。その結果、モスク北側の壁を中心とした広範なブロックが、破壊された。スンナハ王朝であった、セルジュークトルコは1078年に、ダマスクスを手に入れ、 アッパース朝カリフの名目的な支配を回復した。セルジュークオーテトゥシュは1069年に破壊されたモスクの補修を始めた。1082年に最初はブーナスルアフマドブンファドルは中央ドームを補修し、さらに総例にした。ドームを支える2本の柱が強化され、北側のファサードの内側にあったウマイヤ朝時代のモザイクがまっさらに補修された。 21世紀現在、モスク北側に存在するリワークは、1089年に再建されたものである。セルジューク朝からダマスクスの統治を委ねられたアタベグの一人であったトグテキンは、1110年にモスクの北壁を補修し、壁に設けた出入り口2箇所の扉の髪型に設置した名盤、名板に自らの名前を刻み込ませた。1113年には、 モスルのアタベグ、マウドゥード、ブントゥンテギンが、ウマイヤモスクの中で暗殺されるという事件が起きた。ダマスクスには世界に比類なきモスクがある。その金整備、建築の確かさ、高いドームの安全さ、建築要素の配置の見事さは、世界のどこにもないものである。放浪引き、タイルと研磨した、大理石を使った。 豪華なモザイク装飾は全く参観すべきものである。イドリースイー、1154年12世紀中央になるとダマスクスは十字軍国家との間の戦争が激しくなった。ダマスクスの防衛とエルサレムの奪還を諸国のムスリムに呼びかける死者は必ずウマイヤモスクに立ち寄った。イブン・アサー・キルをはじめとしたウマイヤモスクの同志はジハードを解き、 実際に1148年に十字軍がダマスクスに進軍した際は町の人々が集まってイマームの説教に耳を傾けた。ウマイアモスクに集まった町の人々の抵抗に遭い十字軍は町の占領を最終的に諦めた。1154年からダマスクスはヌールディーンザンギーの支配下に入りヌールディーンの個人的命令により ウマイヤモスクの東門の外側に、ジャイルーンの水時計という、新たな記念碑的時計が建てられた。水時計の設計者は、ムハンマド・サーティという建築家である。水時計は1167年に一度消失した後、13世紀に入ってから、サーティの息子、リドアーンの手により再建され、14世紀までは存在したようである。 シチリアの地理学者イドリースイは1154年にウマイヤモスクを訪れた。サラーフッディーンの墓ダマスクスの新しい統治者となったアイユー部長は町にいくつかの宗教施設を新設したが、ウマイヤモスクは町の信仰生活の中心としての地位を保った。当時イスラーム世界を旅して回ったイブンジュバイルはウマイヤモスクに 複数の異なるザーウィアが付設されている様を旅行記に書いている。1173年にモスクの北壁が再度出火により損傷したので、スルターン・サラーフッディーン・ IUB はこれを修復した。花嫁のミナレットも1069年の火事で消失していたため、スルターンは北壁の修復と同時に花嫁のミナレットも補修した。サラーフッディンは ウマイヤモスクの周辺に埋葬され、彼の後継者たちの多くもこれに習った。その後、アイユーブ長の内紛でダマスクスは大きな損害をこむり、1245年にはモスク東側に立っていた予言者イーサーのミナレットが倒れた。当時ダマスクスのアミールはマリクサーリフ・イスマー・アイルブ・ニャーディルであったが、これをマリクサーリフ・アイユーブが攻めた。 預言者イーサーのミナレットはこの時行われたダマスクスの包囲戦で倒れ、後年再建されたものの装飾はあまり多くなされなかった。IU 部長の勢力下にあったダマスクスの町は1260年から十字軍国家と同盟を結んだキトブカ率いるモンゴル勢の支配下に入った。占領を指揮したアンティオキアオボエモン6世はウマイヤモスクで カトリック式のミサを取り行うよう命じられた。ダマスクスは1260年中に、クトゥズやバイバルス率いるエジプトのマムルク軍人勢力が奪還した。1270年には、スルターンになったバイバルスが、ウマイアモスクの大規模修理を命じ、大理石やモザイク、金箔が補填されることになった。イブン・シャッダードのバイバルスの伝記によると、 修理には2万ディナールの費用がかかったという。修復されたモザイクの中で一際大きい、バラダー側のパネルは 34.5×7.3 メートルの大きさがあり、モスク西側の中列路を飾る。バイバルスの事業の主要な目的は、モスクを装飾するモザイクの補修にあり、補修されたモザイクにはマムルーク町建築の影響が色濃く反映された。 1285年に当時を代表するラマーの一人であった、イブンタイミーヤが、ウマイアモスクで、聖典、クルアーンの解釈を抗議し始めた。1300年には、イルハン朝のガザンハン率いるモンゴル軍がダマスクスを、落とし入れた。イブンタイミーヤは、ダマスクス市民に、ジハード、すなわち、各人が文を尽くして抵抗すべきことを説いた。 マムルーク朝のカラーウンが街を奪還したが、エジプト軍がダマスクスに突入する際、モンゴル軍は、ウマイヤモスクに投石機を配備して応戦しようとした。エジプト軍が、ダマスクス城の周りに火矢を放って、投石機を燃やし、モンゴル軍の試みは失敗した。14世紀後半の写本、脅威の書に描かれた、ウマイヤモスクマムルーク朝のシリア大衆 タンキーズは1326年から1328年にかけてウマイヤモスクの修復を実行した。この修復でミフラーブのモザイクが元通りにされたほか道内がすべて大理石のタイルで覆われるようになった。1328年の大改修をタンキーズに命じたのはスルターンのナーシルムハンマドである。スルターンは キブラの方角に当たる南壁が不安定であったので、これを取り除いて建て直すこととしたほか、ズイアーダ門をもっと東の位置に再配置した。ところが、この時に大改修を受けた建築や造作の多くが、1339年の火事で損傷した。なお、1392年にイーサーのミナレットが火事で焼け落ちた。14、15世紀のウマイアモスクは、 イスラーム圏の天文学に関する学術センターでもあった。マムルーク騎士たちの時代に入ると、モスクから町の人々に礼拝への参加を呼びかける時刻を天文観測により正確に測る無ワッキという新しい職業が現れた。ウマイヤモスクにはイブンサラージ、イブンシャーティル、ハリーリーといった天文学者が無ワッキとして集まり、盛んに太陽や星の位置を観測し、 観測機械を改良し、新理論を暗出した。彼ら、ダマスクス学派の著作は、その後数百年間トルコ、シリア、エジプトで参照され、その天文地はヨーロッパにまで伝播したであろうことが推定されている。ウマヤモスクの花嫁のミナレットには、イブンシャーティルが1371年に設置した日、時計があり、 当時の観測技術の水準を押し量ることのできる物的証拠になっている。1400年にティムールがダマスクスを包囲し、3月17日には町に火を放つ命令を下した。ウマイヤモースクはこの時の戦火によりひどく損傷した。イブンハルドゥンが伝えるところによると、東のミナレットが破壊により、瓦礫と化し、中央のクッバが崩落した。 バフリー・マムルーク朝ほど、ウマイヤモスクの保守、修理、補修に意を注いだ王朝は他にない。イスラーム建築の専門家、フィンバー、ビーフラッドは、同王朝がこのモスクに、脅迫関連症的関心を持っていたと表現する。1488年にバフリー・マムルーク朝の、スルターン・カーイト・ベイは、ウマイヤモスクの南西端に新しくミナレットを建てさせた。 1516年に、セリム一世が率いるオスマン帝国軍は、エジプトのマムルーク町とシャーム地方北部のマルジュダービクで戦い、これに勝利して、ダマスクスを得た。ウマイヤモスクにおいて、セリム一世の名前と共に取り行われる木に礼拝の第一回目は、スルターン自身が出座した。オスマン帝国は枠布と呼ばれる、寄進制度を、支配地の地元住民の心を、 中央の権威に引きつけるために利用する。ウマイヤモスクに設定された枠府は、ダマスクスの町で最大規模になり、596人を雇用した。枠府の監督官のポストは、帝国中枢から派遣される官僚のものであったが、宗教絡みの役職は、ほとんどが地元のウラマーたちのために取って置かれた。枠府財には課税されるのが通例であるが、 ウマイヤモスクに設定された枠布には、課税がなされなかった。1518年から、ダマスクス総督とウマイヤモスク枠布監督官に任命されたジャーンビルディー・ガザーリーは、町全体の再建を計画し、その一環として、モスクの修理と再装飾を命じた。1661年になると、ウマイヤモスクでは、著名なスーフィーの一人であったアブドゥルガニー・ナーブルスイが 多くの弟子を導き始めた。1862年に撮影された中庭の北側1893年に、ウマイモスクで火災が発生し、広い面積のモザイクと大理石が大きく損傷した。火は礼拝用の大広間の内装にも燃え広がり、中央、クッバが焼け落ちた。オスマン帝国は、モスクの修復を開始したが、修復作業中にも火事が起きた。 工事の人足が吸っていた水タバコの火の不始末が原因だった。オスマン帝国は、ウマイヤモスクの元来の構造を最大限活かしながら、最後まで補修工事をやり遂げた。ウマイヤモスクの図書室には、クッバハズナ造書が非常に昔からあったが、1899年に、その大部分が、ドイツ皇帝ビルヘルム2世に譲渡され、残された、少数の造書が、 ダマスクスの帝国アーカイブに移された。ウマヤモスクは、フランス移民統治領シリア時代の1929年から1954年にかけて大規模補修が行われ、シリア共和国の時代の1963年にも一度大規模補修が行われた。1980年代から1990年代にかけて、ハーフィズ・アサドは、 モスクの大規模改装を命じたがユネスコから批判を受けた。ウマイアモスクは世界の歴史、文化的観点からはどうであれ、シリアにおいては様々な象徴的意味合いを持つ建物であり、その象徴性を時の政権が利用する方向に補修や改修が行われるのが常である。2001年にはローマカトリック教会の法王ヨハネ・パウロ2世がウマイアモスクを訪れた。 名目上は、洗礼者、ヨハネの聖遺物への参拝が目的とされたが、ローマカトリック教会の法王が、歴史上初めて、イスラーム教のモスクを訪れたことに象徴的意義を、含ませることを意図した訪問であった。2011年3月15日に、シリア内戦に関連した、大規模な民主化要求デモが、ウマイアモスクで行われたが、政府軍が、すぐさま鎮圧し、 君曜礼拝の妨げになるからという理由でデモ隊を排除した。モスク南西角からリワークに囲まれたサフンを見下ろす。1880年から1920年のいずれかの年に撮影。ウマイヤモスクは幅156メートル、奥行き97メートルの長方形の敷地を持つ。この敷地はすでに述べた通り、遥か古代からハダド、ユピテルの神殿、そして、 キリスト教の聖堂が置かれていた場所であった。ダマスクスは、メッカの北にある都市のため、メッカの方角へ向けて行われる、サラートのために、建築複合体の南エリアに、ハラムと呼ばれる、礼拝空間が配置され、北エリアには、サフンと呼ばれる中庭が置かれた。ウマイヤモスク全体の特徴の一つは、この建造物が明確な正面を持たないことであり、 またその巨大な規模にもかかわらず、建物全体の外観も外部から見ることができるようになっていない。記念性の強い外観を保持しない一方、ハラムとサフンからなる内部空間には華麗な装飾が行われ、中庭に向けて開口したハラムの入り口が建物にとっての実質的な真のファサードになっている。建物の外観ではなく、ハラムとサフンを中心とする 建物の内側を中核とした、こうした、ウマイヤモスクの空間構成は、モスク建築とイスラーム芸術の一つの性格を表している。アンリス・チールランは、全体の構成について、以下のように表する。カビサはことごとく礼拝室や中庭の内部空間に置かれている。そして、真の正面、中央の三連の入り口の上に高い破風をいただく、礼拝室のファサードは、 この中庭に面しているのである。けれども、長部まで豊かにモザイクで飾られた、このハラムの北正面は外部から見ることができない。私たちの前にあるのは、もっぱら急進的な空間であって、モスクは内部において体験されねばならないのである。一方は開き、他方は閉じ、異質でありながら、相互的な二つの空間が構成する境内の中庭において、 幅136メートル、奥行き58メートルの大きさを持つ広大な砂粉は、石で舗装されている。舗装面は、本来、高さが均一であったが、モスクの長い補修と増築の歴史の末に段差が、発生するようになっていたところ、近年の補修により、馬屋町時代の高さに再現された。砂粉の周りは三方を、リワークと呼ばれる、列中路で囲まれている。 このリワークは仮想の大アーチの上にそれぞれ一体の小アーチが乗るという二層構成の列中でできている。中庭の側面にはこのモスクに入るための二つの入り口がある。ウマイヤモスクのリワークは1759年の地震で一度全開している。ウマイヤモスクのハラムの内部空間と初期キリスト教建築のバシリカの例。ハラムにある内部の建造物は 先例者聖ヨハネの首が収められていると信じられている祠ハラムの持つ画像奥方向に伸びる新郎であるように見える。視覚効果は研究者たちにウマイヤモスクのハラムがキリスト教の教会を転用したものである可能性を想像させた。ダマスクスから見て南にあるメッカへ向けてサラートを行うためハラムは建物の南に配置された。 ハラムの南面には、メッカの方角、キブラを示す、キブラ壁があり、それと平行に3列のリワークが走っている。リワークはいずれも、上下2層構造で、コリント姿円柱により持ち上げられた仮層のアーチ1つあたり、2つのアーチが、上層に配置される。このパターンは上述したさ、フンのリワークと同じである。キブラ壁と平行の三列のリワークは、 ハラムの中央からキブラと直行する方向に走る、ハラムで最大の2列のリワークと交差する。当該リワークの間に、モスクのシュミフラーブや、ミンバルが配置されている。シュミフラーブを含めミフラーブは4箇所にあるが、含ミフラーブの内東側にあるものは、サハーバのミフラーブと呼ばれる。旧世紀の学者、ムーサーブンシャーキルによると、サハーバのミフラーブは、 ウマイアモスクが建設された当初から、この位置にあり、イスラームの歴史の中で3番目に古いミフラーブである。ハラム全体の広さは、東西136メートル、南北37メートルである。この東西方向に、極めて長い室内空間は、メッカがある南向きに、幅広の空間として計画されているにもかかわらず、 縦方向の進動として見えてしまうという錯覚をもたらしている。このため、ウマイヤモースクの研究を行った初期の専門家は、ハラムの内部をリワークによって区切られた東西方向の袖狼と翼狼として語るという誤りを犯している。そして、このような縦長に見える内部空間は、初期キリスト教建築のバシリカを強く連想させるものであった。 このキリスト教の教会堂のように、東西方向に建物の熟線が通っているかに見えてしまう、視覚効果のために、ウマイヤモースクのハラムは、歴史家や考古学者によって、幾度となく、ワリードブン・アブドゥル・マリクによって奪われた、ビザンティンの教会堂そのものであると論じられることになった。実際には、もともとあったキリスト教の聖堂は一度、解体されており、こうした主張は、 正しくないが、リワークに使われている列中をはじめ、元のキリスト教の聖堂から大きな影響を受けていることも事実である。アンリス・チー・ルランは、ハラム内部のリワークに用いられている円柱は、元来はユピテル神殿に属しており、洗礼者西洋羽ネ教会に転用されていたものをさらに再利用したものであることは、ほぼ確実であるという。そして、モスクへの建て替え時に、 もともと存在したアーケードの部材を有効に再利用しようとしたことが、ウマイヤモスクの全体設計とハラムの形状に大きな影響を与えたと推測している。クッバの外観と内観礼拝用の大広間の天井に配置された、ウマイヤモスクで最大のクッバは、外から見ると、わしの頭に見え、大広間の東西の裾が、わしの広げた羽のように見えるので、 和紙のクッパと呼ばれている。和紙のクッパは元来木製であったが、1893年の火事で焼け落ちた後は石像になった。21世紀現在のクッパの高さは36メートルあり、八角形の基部の上にドーム構造体が乗る構成である。八角形の基部の各辺にはアーチが形成され、アーチの中に窓が2つ設けられている。基部は、 大広間から伸びる円柱により支えられている。ウマイヤモスクの宗教複合は3基のミナレットを有する。モスク北壁に位置する花嫁のミナレットは正確な建築年代は不明であるものの、東モスクで最も古くに建てられたものである。花嫁のミナレットの下層部は9世紀アッパース朝の時代に建てられたという説が有力である。 ウマイヤ朝時代に建てられた可能性も完全に否定はできないが、モスク北壁がワリード一世の最初の構想に含まれていたことを示す証拠が存在せず、アッパース朝時代の985年に花嫁のミナレットを訪れたムカッダスイーの地理書には、これが最近建てられたものであるという記載がある。花嫁のミナレットの上層部は1174年に建てられた。 花嫁のミナレットには、螺旋状に設置された160段の石の階段があり、ムアズインはこれを使って、町の人々やザーンを朗賞するための場所に登った。左から順に、花嫁のミナレット予言者イーサーのミナレットカーイと、米のミナレット花嫁のミナレットは、鉛で吹いた屋根が設置されている部分を境に、上下2層に分かれる。下層の主頭部は古く、 方形をしていて、四方に側労を有する。主頭部は、大型の石材より、新しい上層の先頭部は化粧石で建てられている。主頭部は屋根近くに、馬底形アーチにより構成された明かりと利用の開口部が複数ある。隣接する2つの馬底形アーチの間、各アーチを支える部分には、略立方体の中等色が置かれている。 これら開口部の下には、バテー系アーチより小型の湾曲した張り出しがあり、開口部の持ち送り済みを可能にしている。花嫁のミナレットの名は、このミナレットの屋根を吹くのに使用した鉛を調達した、商人の娘が、当時のシャーム地方の総督と結婚したという、ダマスクスに伝わる伝説に基づく。花嫁のミナレットには14世紀のイブンシャーティルが、 設計した人形が取り付けられている。ただし現在の人形は18世紀に制作されたレプリカである。ウマイヤモスクの宗教複合の南東角に位置する予言者イーサーのミナレットは高さが約77メートルあり、3基のミナレットの中で最も高い。予言者イーサーのミナレットの原型となる塔の建設はアッパース朝時代の9世紀にまで遡るとする資料が 複数存在するが、ウマイア朝時代には、すでにあったとする資料もある。今ある予言者イーサーのミナレットの思考造体は、アイユーブ朝時代の1247年、戦闘部はオスマン帝国時代に建設された。思考造体のプランは四角形であるが、戦闘部分は八角形、上に行くほど次第に細くなり、先端に三日月の飾られている。壁で閉じた二列のリワークが、 思考状態に接続し、壁のない、同じく2列のリワークが、先頭部分に接続する。ムスリムの信じる終末論では、審判のその日におげんしゃイーサーが、反救聖主に立ち向かうため天国から地上に降り立つ。イーサーはこのミナレットを目印に地上に降りてくるというのが、地元ダマスクスの伝承であり、このミナレットの名称の言われである。 この伝承と名称の由来は14世紀にはすでに定着しており、イブン・カスイル・ディマシュキーが著書でそのことを書いている。カーイトベーのミナレットとも呼ばれる西のミナレットはマムルーク朝のスルターン・カーイトベーが1488年に建設した。西のミナレットにはマムルーク町期に典型的なイスラーム期エジプト建築の影響がよく見て取れる。 西のミナレットは八角柱形状をしており、見え列中老の西の端に建てられている。西のミナレットとイーサーのミナレットが古代ローマ時代の神殿テメノスの基礎の上に建っているという俗説があるが、実際にそれらの場所に神殿が存在しなかったため、学術的には疑わしい。中庭南側中央部からハラムへの入り口を飾るモザイク。 中庭西側中列廊内のバラダー側のパネルと呼ばれるモザイク、その一部の複製。ウマイヤモスク全体はもともと中庭の周囲もハラム全体も人の背丈ほどの高さまである大理石の台座が巡らされていた。これはコンスタンティノープルにあるアヤソフィアに類似したもので、その大理石面の上層にある壁とアーケードはくまなくモザイクで飾られた。イブンバトゥータは ウマイヤモスクで1200人ものギリシャの交渉が働いていたと語る。実際にこれらのモザイク装飾は非常にビザンティン的であり、コンスタンティノープルやラベンナで開花した初期、キリスト教建築と共通する技法が使用されている。一方で、こうしたビザンティンの装飾と決定的に異なるのは、偶像崇拝を寄避するイスラームの信仰を反映して、 人間の姿が全く描かれていないことである。中庭西側中列廊内のバラダー側のパネルと呼ばれるモザイク壁画は、こうしたウマイヤモスクのモザイク装飾の代表的な作品である。バラダー側のパネルは、高さ7メートル幅34.5メートルの大きさ、テッセラガラスを漆喰に埋め込む手法により、作成されている。8世紀当時、 ガラスは高度な技術を必要とする上、労働集約性が高く、宝石に次いで高価な装飾素材であった。パネル製作者は、高価であってもガラスを用いることで、自然光やろうそく、ランプの明かりにより、壁画が輝いて見える効果を意図した。バラダー側のパネルは、オスマン帝国領時代末期からフランス委任統治にかけて、フランスの主導により保全が行われた。 この時制作された、成功な複製が、ルーブルのイスラーム美術部門に所蔵されている。最初期のモスク建築の一つである、ウマイヤモスクは、ウマイヤ家を想起させるようなものこそ取り除かれてはいるが、それでも、8世紀初め頃の建築当初の構造と、特徴が21世紀現在でも、おおむね保たれた希少な建築例である。ウマイヤモスクは、その建設以来、 シリア地方のみならず、全世界的に、金曜礼拝モスクの模範例とされてきた。美術史学者のフィンバー、バリー・フラッドは、ダマスクスの大モスクの建設は、ムスリムのヘゲモニーが確立されたことを、街の景観に不可逆的に刻み込んだのみならず、以後の歴史において、シリア風モスクに、モスク建築の決定版のような地位を与えることにも、なったと述べている。 ウマイヤモスクの全体構想は世界中の大モスクのプロトタイプになっており、例えばカイロではアズハルモスクとザーヒルバイバルスモスクに模倣されている。スペインではコルドバの大モスク、トルコではブルサの金曜モスクとセリミエモスクの全体構想にウマイヤモスクからの影響を確認できる。ありがとうございます。